はい、どうもこんにちは、むかげです。今日はね、GoPro 関連のアクセサリーで、僕がね、ここ数日ずっと到着を心待ちにしていたものっていうのが届いたんで、そちらの方をね、紹介していこうと思います。で、今日紹介する GoPro 関連のアクセサリーっていうのはこちらになります。ブランド名、これはウランジですよね。ウランジも GoPro ユーザーであったりだとか、あとはこうカメラユーザーにとってはもうかゆいところに手が届くアクセサリーを出してくれることで有名なウランジさんが出しているこの GP16 っていう、これまあ GoPro 専用のアクセサリーなんです。この商品の存在自体は以前コメント欄でね、教えていただいていたんですね。なんだけれども、その時はね、まだね、日本での Amazon での取り扱いっていうのがなかったんですよ。それがね、今はね、日本 Amazon でも取り扱いがされているということで、これね、どういう商品かっていうと、ここにアクションカメラ GoPro でマグネティックサクションクイックリリースっていうことで、マグネット吸着タイプのクイックリリースっていうことなんですね。これもね、この箱のね、横なんかにもこう使い方っていうのが出ているんですけれども、個人的にこの商品っていうのは、GoPro のボディマウントね、手ぶら撮影のこう革命的なアクセサリーになることっていうのをこう期待しているんです。今からね、これ早速開封して、どういうものかっていうのも実際こう使っていく中でご紹介していこうと思います。ということで、本当にね、これ今さっき届いたばかりで、まだ開封もしていないんですけれども、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃんで、入っているものはこんな感じ。まあ、なので入っているものはこの3点なんですね。これが本体と、あと GoPro 用の留めネジですね。で、このようにストラップが入っているっていう感じなんですよ。箱のところにこう使い方みたいなのっていうのが分かりやすく書かれていて、このようにマグネット式になっていて、3つに分離されるんですね。このマウントがついていない方にこういうストラップをつけるんですね。こういう感じでね、つけるわけですよ。早速じゃあちょっと GoPro を用意しましょう。 GoPro をね、で、 GoPro をマウントさせる側はこっちですね。この GP16 っていうのが書いてある方、これをこのような形で GoPro マウントにつけると、はい、つきます。そうするとこっちがね、ベースとなる方なんですけれども、こっちとこっちでこのようにガチャンとくっつくんですよ。かなりね、マグネット的には強いです。今ね、結構手でガチッとホールドしてますけれども、この段階で結構磁石っていうのが働いているのが分かるぐらいで、これよりさらにこう近づけていくと、もうこの辺になるともう手では止められないぐらいの感じでガチッと止まってくれるっていう感じですね。こっちの方にもこういった僕が普段使っているようなポケット三脚っていうのもこちらの方につけると、ここにもガチンとつくようになると。なので、こういう感じで、こういうミニ三脚に対しての磁石プレートとしても使うことができるんだけれども、やっぱりね、僕がこの商品の大本命だと思っている方はこちらの方なんですよ。ストラップ付きの方ね。これ実際どうやって使っていくのかっていうと、これをこのようにネックレス代わりにします。で、これを服の中に入れちゃうんですね。で、これをこのようにするとガチッとつくんですよね。ついてますね。あ、これはこういう感じね。わかります？これこのような感じで、もう服にもう本当文字通りボディマウントできるアクセサリーっていうのがウランジの GP16 っていうことなんですよ。つまりこのアクセサリーって GoPro を DJI のアクション2化してくれるアクセサリーということで、先日 DJI のアクション2っていうのが発表されて、いろいろとね、賛否はあるカメラではあったんですけれども、いずれにせよやっぱり小ささと、あとボディマウントがね、簡単にできるっていう、その点に関しては本当に僕も GoPro ユーザーとしては羨ましいポイントだったんですけれども、このアクセサリー使うことで GoPro もこうアクション2的なこうボディマウント化することができるということなんですね。もう取れる心配とかっていうのはないですね。これ走ったりしてもこれは多分大丈夫じゃないのかな。ただね、ちょっと今つけてみて思ったのは、やっぱり重さっていうのがあるんですよ。とどうしても引っ張られるところっていうのがあって、服がね、ちょっとこうたるんでしまうところはあるんですけれども、ただご覧いただいているように、こういう形での使用っていうのは簡単にできる。もう取り外しもめっちゃ簡単です。こんな感じでサクッとできる感じですね。これはいいかも。
実際こうね歩きながらやっていると多分こう服なんでね揺れとかっていうのも出ると思うので、実際これあの使用した場合ねどういう映像が撮れるのかっていうのは今からこの状態で外をね、歩いてこようと思いますので、そちらの方ねご覧いただこうと思います。どうでしょうね、まあ、実際にこういう形で運用していて、今ねこれで録画中です。録画してますよね今ね。はい。でねこれでまあどういう感じで撮れるのかってことなんだけど、あの今ねやっぱり見てる感じだとどうしてもやっぱり歩いたりすると服がねあの揺れたりしている部分はあるんだけれども、この辺はねただの GoPro の手ブレ補正ってハイパースムース 4.0 っていうのはあのかなり優秀なんで、これくらいだとね多分ね問題なく補正してくれると思うんですよね。まあ、なので、まあ、こういう感じでちょっと今からあのいろいろと歩いていこうと思います。はい。でね今これがあの GoPro Hero 10なんですけれども、本当にね取り付けがめちゃくちゃ楽で、今ここにマグネットっていうのがある状態で、もうこういう感じでもうジャンと、もう今完全に手ぶらです。はい。こんな感じでサクッとできるっていうね、いやーこれは結構ありなんじゃないかな。使っていてねかなり手応えがある。これ案外 GoPro 9および GoPro Hero 10ユーザーにとっては、特にあのボディマウントしてね撮影される方にとっては結構福音的な、うん、これマストなアイテムになるかもしれない。やっぱりこうやってね両手が空くっていうのは大きいですよ。であとやっぱりね僕の場合はあの普段ね黒い服を着ることが多いんで目立たなくなるんですよ。であの GoPro Hero 10もね、あの例えばこう前面のディスプレイとか、あと撮影用のねタリーランプね LED ライトっていうのをオフにすることもできるんで、まあ、実際今こういう感じでね今これ撮影中ですからね、ほとんど分かんないですよねなかなかね。今これ撮影中ですよ。あの前面のディスプレイもオフにしてるし LED ライトっていうのもオフにしてる状態なんで、それでもこうやって撮影しているって感じですね。じゃあちょっとここから軽くジョギングしてみます。あ、やっぱりねジョギングするとねやっぱりどうしても服にマウントしているっていうこともあってかなり暴れますね。これはちょっと難しいかな。やっぱり 歩き用ですねこれは。今歩いているとこういう感じで、ジョギングするとこういう感じでだいぶこう暴れますね。うん。なのでやっぱりこれは歩き用かな。で取り外しも本当簡単なんで、こんな感じでサクッと取り外して、こうやってこう自撮りもできて、そこから自然な流れでこのようにサクッとマウントすることができる。これは僕はね結構ボディマウントに関してはいろいろと試してきていて、それこそクリップとかっていうのをねこうバックパックのストラップとかにマウントさせたりだとか、あとあの懐中電灯用のホルダーにねあの突き刺したりしていろいろと運用していたんですけれども、どうしてもやっぱボディマウントっていうのは手持ち撮影からボディマウントへ移行する際っていうのにどうしてもねもたつきがあったんですよ。でもこのマグネットはねそれがね本当に全くない、うん、このように今ボディマウントからサクッと外して普通の使用ができるし、で手持ち撮影からすぐに、はい、こんな形でね今のノーカットでお送りしようと思いますけど、移行できるんでねボディマウントの方に、これはかなり便利ですよこれは、うん、これもあれでしょう GoPro 資格ないでしょう。いやいやもうこれアクション2いらねえわって感じですよ。もちろんやっぱりカメラの小ささとか軽さっていうことに関してはねアクション2にはかなわないですけれども、ただあのボディマウント化することに関してはもうこれであの GoPro もね問題ないと思いますよ。じゃあちょっと今から店内入ってみます。感じでね、ほとんどあの撮影しているっていうのを気づかれずに、うん、圧迫感っていうのがねない状況で撮影できますね。
なんでこれなら余裕で。じゃあ次はね、広角レンズを使って撮影してみます。いや、これだとね、正直水平っていうのはそんなに気にしなくていいかなと思うんですよ。なのでリニア水平位置じゃなくても、こういう広角とかがね、結構使いやすいのかな。ボディマウントだとね、やっぱり広く撮れてる方がいいような気するんで。いや、これ実際ね、どういう映像が撮れてるのか見るのがすごい楽しみ。やっぱりね、ちょっと気になるのが、カメラっていうのがね、若干ね、やっぱり重さに耐えかねて下を向いちゃうところがあるんですよ。服を引っ張ってね。それがどういう風な形で映りに影響しているのかっていうのを、その点をじっくりとチェックしてみたいな。なんだけれども、使ってみたファーストインプレッションとしてはね、これはね、当たりのような気がする。僕もね、 GoPro 関連のアクセサリーっていうのは本当にたくさん使ってきましたけれども、その中でもね、使い勝手としては結構革命的なような気がする。はい、というわけでね、今からこの映像っていうのを持ち帰って検証してみようと思います。いや、本当これいいような気がする。楽しみ。はい、ということで、ちょっとこうテンション高めのお散歩映像となりました。実際今こういう形で撮影した映像を見てみると、やっぱりね、この GoPro Hero 10手ブレ補正力っていうのがかなり優秀なんで、ちょっと走ったりするとやっぱりこうかなり服のところで暴れてしまって、映像としてはこうかなりね雑になってしまいますけれども、歩いている上ではほとんどこう気にならないレベルというか、十分すぎるぐらいに実用レベルだと思いました。あとやっぱりこのマウントする位置なんですけれども、服にねちょっとこう余裕がある部分になると、どうしてもこれをつけると、これがつけた時にね、これがこうパカッとこうこういう動きですね、レンズがこう下に向いてしまうところっていうのがちょっと気になったんですけれども、ただそれもね、なるべくこの首だとか肩の近くまでこの服の中のマグネットベースっていうのを持ってきて、そこにマウントしちゃうとほとんど落ちません。はい、そうするともこうかなりね安定した映像が撮れるということで、いや、これはね、僕もGoPro のアクセサリー関係っていうのをいろいろと使ってきましたけれども、ことボディマウントっていうことに関して言えば、もうほぼほぼこれで決定じゃないかなと思います。で、一応これはこのボディマウント以外にも、こういったこうミニ三脚なんかにもこうパチッとマグネットでこう取り付けられるっていう風な機能なんですけれども、ただ個人的にはね、もうこのままでも十分いいかなと思っていて、っていうのもこのねベースのところがこのようにクッと回るんですよ。なので、こういう形で十分自撮りっていうのもできますし、あとね、机とかに置くときにもこれがねいい感じでベースとなってくれるんですよ。別にこうミニ三脚がなくても、このままでこの服の中のマグネットと、あとこれで十分運用はできるかなと思います。はい、ということで、これはね今日届いたばかりで、本当ねファーストインプレッションではあるんですが、使ってみて本当ね手応えっていうのはめちゃくちゃありました。特にこの GoPro を使ってこうボディマウントする機会が多い、手ぶら撮影をする機会が多い方にとってはこれね、このね利便性は本当圧倒的というか、この商品まだ今日届いて今日使ったばかりのファーストインプレッションではあるんですけれども、使ってみた率直な印象っていうのは結構ね感動的というか、今後もこの体制でねちょっと動画っていうのをいくつか作ってみようと思います。その際気になったこと等あればね言及していこうと思いますので、もし気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。